れ、リマちゃんどうしたの？なんで泣いてるの？せーの、大国好き。お腹が空いて大きな音が鳴っちゃったよ。ん？何か思いついたって？え？おいしいパンを作ってくれるの？やったー！それじゃあ台所にレッツゴー！リマちゃん、おいしいパンが作れるの楽しみにしてるよ。あ、みんな大好きメロンパンナちゃんだ。まずはメロンパンナちゃんの顔を調節して、ちょっとずつ色を消していくよ。細かいところまでしっかりと消しておくことがポイントです。え、今のはリマちゃんじゃないよね。細かいところを消していくみたいだから、今細かいところの作業をしています。うん、綺麗に消せたね。次にメロンパンナちゃんの顔の輪郭部分を消していくんだって。ゆっくりゆっくり、失敗しないようにそーっと消していくよ。わー、リマちゃん大丈夫だよ、泣かないで。泣くことは心身ともにメリットが多くあります。嬉しい時も悲しい時も気持ちの高揚を落ち着けようとする体の自然な反応が泣くということなのです。リマちゃん、ごめんごめん、ちょっと動揺しちゃって。そっか、続きをやろうね。メロンパンが焼けたら、メロンパンナちゃんをこんな風につなげていくよ。そしてついに完成。ルン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 、メロンパンまだかな。あ、リマちゃん、おいしいメロンパンを作ってくれてありがとう。わあ、おいしそうだな。どんな味がするんだろう。もう一度作り直したら、また楽しく作れるかもしれないよ。もっと美味しく作れるかもしれないし、今度はもっと美味しく作ろうね。頑張ろう。今回の動画はどうだったかな。チャンネル登録と高評価、ぜひぜひよろしくお願いします。 SNS もぜひフォローしてね。